高木宏久復興副大臣は今朝、胆振東部地震で液状化により大きな被害を受けた札幌市豊平区の月寒東地区と清田区の里塚地区を訪れました。高木大臣は札幌市の天野副市長から当時の被災状況や復旧状況などの説明を受け、地震発生後に新しく設置された地盤を安定させるための設備などを視察しました。こうした教訓とか知見をしっかりと伝えて、それを生かして、防災対策、これを強化していくことが一番大切ですので、引き続き取り組んでいきたいと。